タオですね。道、まあ、まあ中国語でタオっていうんですけど、よく離れ道と一つになりてみる、そこに現る妙に震えよう、この辺、まあ、ちょっと難しい話になるんですけど、書き出しの部分ですね、老子道徳経の、そもそも道とは何かということでね、で道とすべきは、ね、道とすべきは常の道にあらず、なの名とすべきは常の名にあらず、ね、そういうことですね。 無名は天地の初め、有名は万物の母なりということですね。ゆえに、ね、まあ、彼無欲、常に無欲なれば、もってその妙を見、常によくあらば、もってその境を見る。この両者は同じに入れて、なおことにする。同じ気を、これ、弦といい、弦のまた、弦、修行の門、こういうことですね。どういう意味かということなんです。これ、道の道とすべきがですけど、この道というのは、動詞では言うということでね。で、道の言うべきは常の道にあらずというふうに、まあ、読む人もいるわけですけど、まあ、読みとしては違うけども、意味は、まあ、道はこれが道だと語れるようなものではない、ね、という意味ですね。だから語ってしまえばそれはもう普遍の道とは読めない、常の道にあらずと、道を語ってしまったら常の道、もう普遍の道とは言えない、ね、名前もね、名付けてしまえば普遍の名とは、つまり名付けられない分野ということですね。名前で言葉では言えないようなもの。だから何もない状態が天地の始まりだったということですね。名前なんかついてない状態が、ね、だから何かこの本来その、こうだというこうなんか言えるものがあったわけではない、名乗しがたい、無名は天地の始まり、有名は万物の母だから、名乗しがたいもの、混同から天地が出現した、万物事を対照的に区別して名付けることによって万物が生まれた、ね、有名というのは名前を続けるつけるということは、物の集まりにしてしまうわけですね、世界をね。だから万物が生まれたわけです。その元々は別に名前なんかない混沌やったわけですよね。だから根本的な、まあ、宿薬身分な事態として道が、まあ、あったわけです。それは名前なんかつけられない、対象化できないものですから。それをですね、正しい名前で言おうとしますね。でもその名前つけられないものやから正しい名前もないわけですね。だから正しい名前をめぐって争う、それはもうナンセンスなんだということを言いたいわけですね。だから議論というのはその無理やり名前をつけてどの名前が正しいかというのを、ね、議論する。これはあの小国家民言うて、あまり大きな国になったらまあいろいろ議論が起こって争いになる。まあ、小さな村でですね、欲をできるだけ少なくして、ね、暮らしていけば仲良く暮らせるよということなんですよね。でここで、まあ、欲を少なくするというのが大事なんだよということですね。常に無欲になればということで
ね、持ってその妙を言うと、妙という字がいう言葉が非常に重要なんですね。妙というのは摩訶不思議みたいな、素晴らしいとかそういう意味ですね。だからあの英語でもワンダフルって言いません。ワンダーというのは不思議なということですからね、ワンダフルというのは、まあ、妙ということですね。だから素晴らしい、それが素晴らしいわけなんですよね。で常に良くなれば持ってその今日を見る。今日というのは何かというと、今日というのは表面、外面という意味なんですね。だから対象として、物として捉えたら表面的に名前つけちゃうから、こうやってその一面を捉えることになって、外面しか捉えられない。そのワンダフルなものをですね、感じ取るというようなことはできなくなってしまう。だから欲があるから、その欲でもって規定してしまうわけですね。だから欲をまずなくしたら、自分は無みたいなもんですから、世界がそのままの姿で現れると、もうすごい素晴らしいんですね。だって世界というのは限定しなければ無限のなんか豊かさを持っていて、色でも匂いでもね、姿でもものすごい、あの、まあ、情福をもたらす場合もあるわけでしょ。なんか欲とかにとらわれると、そういうことしか考えてないから、一つのことしか見えないから、非常に貧しいものになってしまうということが、まあ、言いたいわけですよね。だからこの両者ですね、つまり視覚身分の無明、あるいは客観的に物事を区別する有明、この両者ね、同じものの働きから出ている、同じものに入れて名前ね、その働きの違いによって名前を異にするという、ね、この同じものを、ね、この同じものを名付けられないから弦というわけです。弦というのはマクロケという意味ですね。マクロケと、まあ、名付けられないからマクロケですね。で弦のまた弦、うん、というわけでね、マクロ系のまたマクロ系というのね、それがあって、そこからありとあらゆる種妙が出てくるもんだよということですね。そういう、だから四角身分な根源みたいなものがあってですね、まあ、そこから全てが出てくるんだよと。それは名付けられないものやと、まあ、非常に無限に素晴らしい世界というものが、まあ、あるんで、それと一つになって、まあ、生きればいいということなんですよね。そのためには欲をですね、持って、まあ、一つの面から、まあ、対象と捉える世界を見る、そんなことをするからあかんねやと、ね、何もかも忘れてですね、まあ、自然体で生きていれば、一つ一つが素晴らしい、その驚きの連続というか、ものであるということですね。だからそういうふうに、まあ、子供なんかそうでしょう。子供なんかそうでは変やけど、どういうんですかね、道歩いてても、あれ見たり、これ見たりして、ほんで、いちいち驚いたりですね、喜んだりしているというふうな姿の時ありますよね。それはやっぱり、それが本当のね、あれ、妙ということです。自分というものは、欲というものはないわけだから、何もでも感じることができるというかね、やっぱそういうことを言いたいわけなんですよ。ね、道は何もかもそこから生じ、そこに帰る大元であると同時に、現実にさまざまに起こっている出来事の総体でもあると、まあ、全体概念でもあるし、大元でもあるということですね。
ですね。だからそういう人間の欲によって、解釈されてあれもないこうでもない議論すると、とんでもない方向にね、行ってしまうわけですね。それで儒家とか墨家とかが争ってるけど、そんなナンセンスってあるとね。道っていうのは思惑や期待などとは全くお構いなしで不信であるというわけでね。だから欲望とか思ったらそれで裏切られてしまうからね。そうはもうモテだと最初からね、自然体で、もう 無心でいけと、そうしたら素晴らしい世界が開けてくるということですね。王たる者はこの道に逆らわずに欲望や逆しらを去って無意自然に振る舞えばよいのですと。そうすれば人間の本来の自然である道のままにその雄大な営みを楽しむことができるということで、本来素晴らしい存在なんだと。自然とか人間とかいうのをね、素晴らしい感性、素晴らしい、もんだ、もう一つ一つが驚きやんかということですね。だからそれをですね、なんか逆しらな知恵とか浅ましい欲望でですね、制約したら損やということを言っているわけですね。で、まあそういうことでね、無意自然に振る舞うというのはどういうことかということで、ね、欲望を否定的に扱っているので何もしないでぼーっとしているのが良いような印象を受けるかもしれませんね。だけど、まあ、欲っていうのは道に逆らって勝手な欲望を実現させようとすることを意味すると。道に逆らうといけないわけですね。つまり対象に対して自分というものを勝手に立てて、それに合ったものとして対象に捉えようとする、対象を枠にはめようとするとダメだということですね。そうじゃなくて対象と自分は一つだと思って、対象の素晴らしさの中でね生きるというか、そういうことですね。だから上善は水のごとしっていう言葉がある。一番いいのは水のようなもんやっていうことですね。何もしないのではなく、私心なくみんなのために尽くして、しかも人と争わないで人の下に回る、これを不相権化と言いますとね。自分の私心というものを持たないで、全体と一つになって、生きるわけですから、みんなとために尽くしているわけですね。でも争わないでいつも水のように下の方につこうとする、ね、自然にこう無理なく生きようとするわけですね。これを争わないで、へりくだる不相権化と言いまして、それが非常にいいことやと老荘思想では考えられていますね。要するに何かこう自分の欲を出して相手の欲とぶつけ合うというかね、そんな争いになるわけですね。そうじゃなくて、まあ、無欲になって、虚心に変えていると何でも楽しめるということでね、人と争わないで楽しんでいればですね、みんなはあの人素晴らしいなと思ってみんなついてくるわけですね。かえって、この生き生きとですね、生きられるんだということの不相権限、なかなかまあ一つの、まあ、生き方のコツみたいなことですよね。まあ、そういうふうな道という考え方が、まあ、老子の特教の一つの、ね、根本思想にあっているという